はい、こんにちは。今回はね、こちらです。まだ新しいですよ。去年ですね、2016年の日産エルグランド道路パトロールカーです。買ってきちゃったんですよ、私ね。私ね、動画出してない時も買ってきちゃいましたよ。で、これでね、紹介なんですけども、まあこれね、エルグランドのエルグランドの道路パトロールカー、本当にあんのかよ、こんな車っていうね、ツッコミがあった人もいたんですけど、私も正直本当にあんのかなこれと思ったんだけど、あるんですみたいなね、本当にあるんですか、あるんですみたいな、あったんですね。すげえ豪華だなと思った。何しろほら、エルグランドって車はね、高級名番ですから、まあそれをさらにね、代を重ねるごとにこう進化していって、ね、今のエルグランドはちょっと高級すぎるというね、そういうところがあるので、それの道路コーダーなんてあるんですかねみたいな、高級すぎるミニバン使ったあの道路コーダーなんてあるんですかって言ったら、あるんだね。まあお国はね、国はね、財産があれです、財産があんまりありませんとか言いながら、財産がないとか言いながらね、財産がねえとか言いながら、しっかり国民のお金を使って、お前税金使ってこういう車買ってんじゃねえかみたいな、まあそういうところのちゃっかり感があるんですけどね。まあ何も国民の税金を使ってこのエルグランド買わなくても、もうちょっとボクシーとかノア、セレナとかね、まあ、セレナぐらいでいいんじゃないかと思うんだけど、なんだか知らないけど、この高級車を、高級ミニバンを使ってですね、で、道路パトロールカーで、これも後ろの方にね、この、なんていうの、工事中みたいなね、のがあってね、あれですよ、ね、まあ、なかなかいいなっていう感じ。今、こういうしましまのね、模様にね、こうなっております。このしましまの模様がなってて、まあなかなかいいですね。まあこれが主に活躍するのは高速道路とか、まああるいは高速道路周辺で、ね、たまに見かける、一般道でもたまに見かけますけども、まあまあなんていうの、落下物が落ちてないかとか、あるいはそのそうですね、なんか事故車がいないかとか、まあそういったのを見回る車ですね。で、特にその高速道路上においてのその落下物っていうのが非常に多いみたいなんですね。で、昔っていうか、まあ今でもある意味そうなんだけど、昔はもっとね、その例えば免許を取るとき、昔はもっとその荷物の積み荷の固定の仕方っていうか、そういったことはちゃんとね、荷物の運び方とか、そういったものをきちんと教えてたらしいんだけど、今ほら時代がだんだん変わってきて、教習所の方もまあそこまであんまり教えないって話なんだよね。教科書みたいにはもちろん載って教えるんだけど、実践をするのかっていうと、あんまりそういうのをやってるところがあんまりないみたいで、だから結局驚くべきことなんだけど、その配達業者の人なんかが積み荷をうまく固定してなくて、っていうか固定の積み荷をこう結ぶやり方すら知らないみたいなんですよ。で、そんで荷物がこうほどけてきちゃって、で、こうドサンとこう落ちてくると、だから恐ろしい話ですよね。だからトラックなんか走ってきて、荷物が積み荷が緩いとね、荷物が落っこってくるわけだから、もう後ろに行った後続車なんかたまったもんじゃないですよ。そんなものがいきなりドサンなんて落ちてきたらね。だからまあそれで避けろとする方がむちゃくちゃな話で、それがなかなか避けようができないから、まあ、そういったことがないようにね、こういう車が見回ったりするんだけど、あるいはほら高速上道で、まあ、なんか同じようになんか落下物があったりすると、まあ、それ知らないでブーンって踏んづけちゃうじゃん。で、踏んづけちゃうと、まあ、今のタイヤはそんなにパンクするってことはめったにないんだけど、ただまあ時下はね、例えばタイヤがもうね、何年も使ってるようなタイヤだったりすると、もうまあ何て言うんですかね、そういったちょっとしたことでこうパンクしてしまう車もあるみたいだから、まあ高速道路上なんかでね、なんか釘みたいのそんなの踏んづけちゃってパンクしちゃいましたみたいな、そしたら最悪ですからね。そんなことになったら、まあ、急にハンドル重くなるし、何しろ時速100キロ近くで走ってるわけだから、急にね、ハンドルが明らかに重たくなってくるわけだから、非常にまあ怖いですわな。
だからまあそういったことがないようにするためにも、まあこの車が活躍してるんだけど、ただ最近はまあこういう落下物が非常に多いですね。ある意味こういうトミカから学ぶことってのは多いみたいですよ。ね、トミカから初めて手にするのって大体幼少期じゃん。まあ保育園児とか幼稚園とか保育園とか目指したら赤ん坊ぐらいの年じゃん。でその時に初めて手に入れたって言ったらトミカの存在が大きいと思うんだよね。でそれでこういう働く車の存在をまあ薄々ながらも学んでいくという、そういうのがまたそのトミカのいいところであって、まあそれがまたこうものすごくこうリアルに作り込んでるところがまたこのメーカーのいいところなんですよね。まあそれはある意味他のメーカーでは正直言ってなかなか真似ができないところで、まあそういったところで使われてる、まあ、車というところで、非常にこの黄色、全体的に黄色というものもあるし、しましま模様だとか、ここに何だか書いてありますよね。交通安全運動実施中って書いてあるんですけど、まあこういうふうなものとかも見事に再現されてていいですね。ただ道路公団にこんだけ高級なミニバンが使わなくても、道路公団こんなに高級ミニバン使わなくてもセレナでいいじゃないですか。まあセレナあることはあるんですから、セレナの道路公団もあることはあるんですから、セレナ使えばいいじゃないですかみたいな。なんでエルグランド使うんですかみたいな、そういうツッコミはありますけどね。ただまあこういうのも時たまねあるみたいですよね。本当何回も言うけどね、国はお金がないとか言いながらね、じゃあなぜエルグランドを買ったんだというね、お金がないとか言いながらエルグランドの方に道路公団を買っちゃうみたいなね。でエルグランドだったら普通のエルグランドじゃなくてさらにその道路公団にしてしまうというね、すごいなと思いますけどね。はい、というわけでどうもありがとうございました。